あ、そうだ。ちょっと腹が減る前に少しパンでもかじっとこうかと。日没も、今日の日没は何時だ？日の入り16時35分、ふざけんな。16時35分日の入りですよ。ふざけんな。こっちが何もできないと思ってそんなに早めやがって。ある程度急ぐ。紅葉がそうとも言いますね。鼻水、冬は結構そうなりますね。昼飯はなんか、炊き込みご飯だったかな。ちぎりパン、あと70キロか、そんぐらいかな、60キロかな。で、そのうちの20キロぐらいが、わー、ホップが来た、ホップが来た。この口の中、しばらく何も食ってない状態で口の中に甘いものとか入れるとほっぺた痛くなる現象って分かりませんか？この辺りの筋肉が痛くなるんですよ。あれ？この感覚って共通の感覚じゃないのか？分かりますよね？ですよね？これって何て言うんだっけ？分かりません。口の中が油断している状態で甘いものとか急に食うと、すごくアンケしたいな。頬骨のあたりの、あ、アンケ。あ、でも今アンケするとツールをバグるからな。この感覚ってあんまり一般的じゃないのかな。長距離走るとそうなるのかな。長距離、いや、普段でも、ほっぺたがいててってなる。わかる。ほっぺたが落ちるとはちょっと違う意味なんだけど。若い人いますよね。いや、ほっぺた痛くなる人は1を押してください。ならない人は2を押してください。どうにあるんですか、1と2は。いや、コメント欄でいいよ。コメント欄で1と2を。で、なんとなくその多さを聞いて判断すると。つばが出にくくなるのかな。あ、つばが、それ、どうだろう。本当にわかるのかよ、ダブル同調してるだけじゃん。わら、つばが足らないんじゃない。今と1が1人、2人。1。3。あ、みんなわかる。ゴム風船膨らませると痛くなるけど。ゴム風船、1、わかる、2、わからない、3、ほっぺが落ちる、1、酸っぱいものでもなるな、2、アメナメナガは笑うと痛くなるわ俺、2、アメナメナガ、2、2、今の2、2、2って本当に3人なのかな。わかるっていうやつはきっとイエスマン。いやいやいや、どうだろう。2、2、1。まあまあ、1、1。今は6対5ぐらいかな。まあほぼ半々ぐらいか。そんなもんだったんだ。つーって、そんな感じ。一瞬で収まるんですけど、急になんか味のするものを、甘いものとか特に口の中に入れると痛いっていう、なんていうんですかね、筋肉痛とかに近い感じかな。表現難しい。アナログアンケイベントありがとうございます。半分以上食ってしまった。そうか、誰でも通じると思ったらいけないんですね。これは勉強になった。いや、全く通じないだろうと思って。何言ってんのって今思ってたぐらいだった。これもなる人とならない人がいるんですね。知らなかった。しまい込むの意味の直すが全国に通じると思ってた時ぐらいの衝撃ではあるかな。それが人間だよ、みんな同じなわけない。同調した人がロボポイント集です。なんか今いいこと言われたような気がするな。いいこと言われたような気がするんだけど少し納得いかない。あのバイクなんかタイヤが小さい。間ミスを。私もあれですね、みつおさんの死みた死なのかな、あれは。あれについてはついなんかうがった見方をしてしまう人間ですね。
なんか眠くなるな。さあ帰ろうか。帰りますか。よし。さっきのあれですか。435段。コンピュラさん何段だったかな。コンピュラさんが1000ぐらいありましたっけ。あれ完全山登りですからね。あっちの方ですか。ああ、むしろそれがあれがすげえじゃん。サドルがボロいと自転車盗まれないらしい。サドルボロいです。ガムテープで今補修してます。この自転車もできるだけかっこ悪くしないと。あ、イベントありがとうございます。バイカーは少ないか。そうそう、イベント書いてもらえると動画編集が楽になるんで、少しあの動画の編集速度が上がるはずです。青森やらないとな。本当になんかあのプライバシー考慮がめんどくさくて、めんどくさくて、その代名詞のようになっている。もみじ赤いですよ。もみじ祭り。脱炭素宣言してない。仮坂トンネル仮坂トンネルには行かないですし、あっちは行けないです。自転車は、はあ、ちょっと待った。あ、トイレは今大丈夫かな。でも男の方はあのショーについては緊急的な手段があるからまだいいですよね、はあ、女性の場合はそのあたりが気軽にできないから、市街地じゃないところ走るのはそれなりにリスクあるだろうな。中津川に有名な廃屋あるよね。そうそう、あの日立の何でしたっけ、 社宅じゃなくて、まあ、その社員の人たちが住んでたとこですよね。自転車は走りながらおしっこできるから便利だね。走りながら、また走りながら排便ネタか。秩父滝沢サイクルパーク BMX コース。めんどくさい。めんどくさいってなんかそう。あ、今3人です。階段横。 あれ見に行くつもりでしたか。あ、でもあそこなんか看板ありますね。ちょっと看板見てきていいですかね。サイクルパークの看板。たまに山の中でおサイクルなんとかと思ったらリサイクルだったりすることが多いですけど、サイクルセンターと思ったらリサイクルセンターだったり、ハイソン、うん、なんか人口ゼロって話みたいですね。MRI 検査の結果は何ですか。 MRI 検査は後で、あの水曜日に聞きます。本当だ、エキサイトバイクだ。てててテレテンはエキサイトバイクでしたっけ。でしたよね。サイクルリサイクルセンター。サイクルリサイクル。秩父のサイクルシティのロゴが、ロゴが、ロゴが、何の自転車なんだこれっていう感じはちょっといいですね。結果が、カメラっていうと、どのカメラと、ウェブカメラはロジクールの C905M か。デジカメはキヤノンのパワーショット F95。 手前にあっても奥秩父、奥秩父じゃないか。いや、コンデジ、うん、コンデジは S95 です。パワーショット S95。 バイクのサイクルロードなんか。これは BMX、 あれ BMX ってあれですよね、自転車ですよね。原動機なし、サイクルシティの緩い感じがいいな。すごい緩い感じが。あ、ペダルを買っている人のチェック、動向チェック。シンさんってフラペダなんでしたっけ。いや、 SPD でしたっけ。今日はどうするの。フラペだと。そもそも靴も持ってきてないから。あ、そうなんですか。ちょっと待った。リンディングのシューズを持ってきてないんで。
あ、普段車で来るときはそうか、ビンディングシューズも別に持ってくるんだ、うん、その車の中で履く靴とは別に。しかし、なるほど、まあ健康的っちゃ健康的ですね。どうぞチェックしてもらいます。なんか電波が繋がらない。あれ、フォーマに取られてるっていかない。フォーマですか。あ、フォーマじゃない、 あ、同じ構成でしたっけ、うん、放送はできてるから電波来てる。あ、簡単に取れますね。シンさんは矢印、これが自転車に見えたら聞き込み。ちょっと待った。簡単に言われないでのタイムライン。シンさんは、シンさんは、ニックネームの方は何だっけ？見えた。ん？何が見えた？片手でおてんてんいじくりながらぐーたらしてる俺とは大違いかや。ぐーたらしてる。いじとけいじとけ。あれ？ああ。ちょっとあれ、いやでも本当にないな、あれないな。シンさんは後ろの数字何でしたっけ。1973ですよね。ユーザー検索でシン1973。タイムライン、とつります、よろしくお願いします。17日21時59分つぶやいてない。買ってくる。つぶやかれていませんね。iPhone 忘れてきたっていうオチは、いや、それはないです。あ、大丈夫ですか。持って、今日のお昼は夜ですか。あ、そうだ、今ここ、あ、料理はでも湯沸かししてもらうんですけどね、 Z さんに。ただその頃には電波ないので放送では見せられないです。ペダルなし、問題なし。オム返ししてしまった。あれ、ちょっと待って、現在地、あれ、あ、そうか、こっちだと今ここ出してないから、あー、もう iPhone マップ見づらい。あれ、これをこうしてこうしてこうして、どうだ、まだ情報取ってこれない。お前らもぐーたらけんけんなのか。あー、来ないな。今のパターン、あ、これ確かに、これは なんでこういう不規則なものにしてあるんですかね、わざわざ。天然っぽく少しでも見せてるんじゃないですか。天然っぽく、キノコ狩りして料理しよう。あ、キノコ狩り、あー、人が出ない。あれ、気長に待ちましょう。気長に、あれ、あ、出た出た。シンさんは見えねえ。おとり、あ、中に、あ、おとりって四角の中に何だっけ、化けるって書いてあるんだと。石壁、石壁って聞いただけで石仮面って聞こえてしまう。あの、やっぱシンさん出してないですね。うん、ありがとうございます。これはさっきのダムからかな。石仮面、あの、なんであの今テレビアニメでやってるジョジョあんなに展開早いんですかね。あの、ワンクールって12話とかでしたっけ。それで全部やるつもりなのかな。恐ろしいスピードで話が進んでますよね、今のテレビアニメのジョジョって。半分ギャグみたいになってるもんな。あれ、本当に初めて見る人が見て意味わかんのかってぐらいのスピードで進んでますね。キノコは見分けが難しいよ。キノコ、ああ、毒とかそういうやつですね。そのまま、いや、でももうちょっと伸ばせますよね、あれやろうと思ったらいくらでも。
王冠キャン王冠無理キャンプクラブ王冠かと思ったら、アニメそれはまたあのヒーローショーに来てるのが本物だっていう考え方と似てますね。うわあれ上の方か、いや違うか。おお、ここで電波あるのは結構すごいな。美しい。はあ、よっと、はあ、そんな感じ。ロボさん新そば食べましたか？そう、そんな感じ。新そば食べてないですね。駅そば食ったけど昨日とか。あれは別に新そばじゃないだろうし。好き派学校。好き派学校ですよね。こういうも学校ですよね。なんか妙にきつく感じるな。見た目そんなに登ってないように見えるのに。荷物すごいですよね。卑猥か。卑猥さはあのこの母いうのの母音部分をできるだけ出さないことによって抑えることができます。あの母よりもの方が私はなんか嫌な感じが少ないと思います。なかなかそうはできないんですけどね。意外と登ってる。ねえねえ、今どんな気持ち？ねえ、どんな気持ち？ねえ、どんな気持ち？あーがいいです。ん？あーがいいです。ねえどんな気持ちは、最近あの、その戦車ゲームの動画で見たな。遠距離で撃ち合ってる分には、重戦車と軽戦車では勝負にならないんですけど、一旦軽戦車が影から近づいて、重戦車と接近戦になると、旋回速度が遅いんで、今度は軽戦車が一方的に、重戦車を突きまくれる。でその時にねえどんな気持ちって書いてあった。軽戦車に翻弄されて今どんな気持ち。標高633だからあと600メートル。中戦車と軽戦車はレベルがずれてるとひっくり返ることもありますよね。軽戦車ってどんなやつ？軽戦車は足が速くて走行は薄くて手法も弱い。何が得意ですか？何が得意？フォロー参加。日本の
です。日本の変車、変車じゃないよ、戦車。いかんの、今地平とかの兵が混じった。はい、マックのグラコロハ原材料がキャベツと小麦粉でできていた。おう、あ、そうか、グラタンのホワイトソースも小麦粉だからか。ロボさんは男の手料理は得意ですか？男の手料理は苦手です。保護色って2ちゃんで聞いた。ん？何がピンクの保護色？あ、砂漠でっていうのは、あのアニメの方の話なのかな。聖書を真っピンクに塗ってあった。おお、結構長いな。あ、この微妙にハンドルを取られる進行方向沿いの細い溝、大嫌いだ。トンネル続くな。パスタ、特一の得意というか、それしか作ってないな。うん。時間だけ、まさに時間。塩加減も重要。でもやっぱりあの茹で具合ですよね。茹ですぎるとダメです。あの、いい茹で具合のパスタほどうまいものはないですね。アルデンテなのか、私の場合もうちょっとその芯がなくなるぐらいなのかもしれないけど、あの歯応えいいですよね。あ、12時、本当だ。パスタ伸びてもまあ食べられるかな。なんか煮込みラーメンみたいになってしまったけど、前煮すぎたというか、ぬるま湯で30分だか1時間ぐらいずっと放置してしまったスパゲッティは少しラーメンっぽくなってた。あ、ライトつけてなかった。トンネルです。そしてさらにトンネル、うん、オーランドナーだ。トラディショナルだった。アルデンテの歌、デーモン小暮、小暮伝右衛門といったら、私は一つでしか聞いたことないんですけど、前私が大学の時に友達に向かって、なんでこの、まあ日本に限った話かどうか知らないけど、歌っていうのは、あの一般に流れてる歌っていうのは、愛とか恋とかの花、恋とかの曲しかないんですかねって言ったら、あ、先輩に向かって言ったの、あの時は。あ、これ危ない危ない。おお、盛大にミスコースするとこでしたね。会社がトンネル行くとこでしたね。さっきから全く GPS 見てなかったから、その上で U ターンしました。うわ、風が。じゃあここからはまた車来ないこともないか。中津京だからまだ車来るか。失礼しました。頑張れ。甲府駅、危なくヒッチハイクするとこでした。トンネル入り口で、あれ止まってるのは何か写真でも撮るのかなと思って、でも少し先に進んどこうと思って。はい、あ、ちょっと、お、え、そうなんですか。中津川林道で今通行止め。もう冬季っていうわけではないんですかね。いや、なんか見てください、そこに書いてあるんですよ。お、
あ、本当だ。当分の間ってことは何かあったのか。E215 線。あ、215線。あ、これは全然関係ない。冬季閉鎖ではないっぽいですね。やっと雪になりましたね。どっちに行っても当面だらけ。崖崩れ。崖崩れ、何でしょうね、これ。終点まで12キロ区間が当面、当分の間。いや、でも12キロ区間がダメっていうことは、あ、おはようございます。これは冬季閉鎖なのかな、どうだろう。でも冬季閉鎖にしてはちょっと早いような。行こうよ行こうよ。いや、行かないです、どっちしろ。釣りしてみるか。工場なり農場なりがあって、そこまでは使えないとみたいな。行っちゃおうね。行っちゃいません。まあ、我々行くとこじゃない。あれ、仮坂トンネルはこっちじゃないんでしたっけ、もう。うん、まだ向こう。あ、もう一緒でしたよね。まだ向こうですよね。水越し、うん、水越しかけました。ありがとうございます。さて、渓流バーベキューか。ちょっと時期的に寒いかな。冬感じています。峠に行くともうとっくに冬です。さて、またちょっと消え、コマ撮り症、うん、え、何のクロス、この、え、その人っていうのは Z さんと畑野さんです。今一緒にいるのは愛人。愛人ここから今から登って1夜別弱なので、あ、2時までにはつけるかな、どうだろう。毛包、また毛包ネタかって言うのも来てきたな。そう、ヘテロジニアス。寒い。お、ちょっと風が止んだ、一瞬だけ。Z さんが前を横切る瞬間だけ。ああ、しばらくまだトンネルあるな。セット。セット。ネルトン？ノエルトン？ネルトン。トンネル多いですね。ここからどんぐらいあるんだろう、トンネル。トンネルの中寒い。
さっきほど風が来てないからいいな。舞い上がる舞い上がる、下から上がってくる。何かいつなのアラートって新しくなったのかしら。アラート知らないですね。変わったのかな。風が寝るだで、今の人はどっから、この車からか、びっくりした。この辺を中歩いてて、あれでも中津橋ってこの辺り、この先じゃないのかな。そんなに車来てない。うん、あれ、ぎゅっと。え？こう湖のちょっと上あたりにこうね、崖沿いに道がこうあるんですよ。え、向こうにありました今。ダートで柵もなくて。ええー。あ、それは行きたいな。弓道っぽい感じ。違う世界に行ってしまった。どれどれ。あ、ゼロだ。ダムの下のところのドームすごい。っていうか繋がってない。エンジンの音。まだ車なんかなかったの。そうか。馬車は走る。ああ、電波ないか。繋がらない。馬車はそう。ああ、そうか。でもそうか、この先電波もなくなるとこだったっけ。ありましたっけ。確か中津川林道から分岐したあたりまでじゃなかったかな。まだ林道の分岐じゃないか。まだ、あ、でしたっけ。県道と県道。あれですよ、八丁目で行く方が県道で、ええ、分岐して林道が中津川。あっちが林道でしたよね。で、たそこから向こうが林道。さっきはこれ分かる、国道が分かる。ここは今県道。あ、まだか、まだ中津川林道なのか。あ、中津川林道向かってんのか。林道入り口に達してない。あ、なんだ、まだか。上り速度は、ああ悪いな。声だけなってるかもしれませんけど、なんか切れてるわけじゃないのに映像流れてませんでしたね。すごいな。ちょっと今100キロないぐらいなんで声だけだと思いますけど。あとは紙芝居で。うん。そうか、じゃあまだ先まで一応電波あるエリアなんだ。で、すいません、またトンネル入るので。いや、もうしばらくあったんですけど、その先ダメになったんで、すいません。で、この先はかなりあやふやになります。放送はありますけど、あ、切れますよね。石がトンネルまた入ります。GPS さんが電波がな、電波というか衛星が見えないと言ってる。
どうかな、また音は声はいったかな。あーでも谷間だもんな。あの電光もなんかちょっと壊れてますね。なんだろうあれ、色がおかしいだけなのともかく、一部のセグメントで全部が赤になって、赤が点灯になってるっていうのはどういう状態なんだろう。また飛んでるか。そもそも電波すの来てないっぽいな。お、かっこいい雷電三光山、雷電って雷電三光山トンネル知っておるのか。知っておるのか雷電って男塾のネタなんだっけ。あ、そうだ、まだ GoPro ちゃんとついてるかな、大丈夫か。よし、なんだろうと思ったら人が歩いてたのか、びっくりした。何の話し声だと思ったら、よく歩くなこんだけ。寒っ。トイレもある。あー山の中の登りだな。峠らしくなってきましたね。だいぶ来ました。でもこれでもまだ中津川林道の入り口に向かってる状態なのか。あ、そうだ、放送チェック。どうなってる？と、あ、行ってないな。接続ボタンを押してから、しばらくほっとこう。あ、そうか、開始ボタン押さなきゃいけないか。繋がらないな。ダメかな。
ダメっぽいな。先行くか。よいしょ、お待たせしました。ゆっくり行こう。そうだ、ちょっとツイッター一言だけツイートしていきます。あ、ゆっくり行ってもらってても。そう、つぶやけるかどうかも分からんけど、電波厳しいかな。このままつながらなければ、ば、あ、あれ、ば、ば、ほう、そうを諦めてのぼりますと。いけるか。だ。ライトつけっぱなしだった。あ、なんかありますね、道。はい、どうぞ。昔の旧の。え、あった。そうです。ガスルが。もう、あれが好きで。電波ないぜ。電波というか衛星が見えない。お、つかみ直した。岩の起源。ちょっとこれ多分デジカメ画像を重ねないと分かんないと読めないと思いますけど、起源ってなんだ。
起煙って何ですかね、起煙。気眼かと思ってたんですか。気力でもないし。これは少しクラクションが痛いな。うわ、結構でももう終わってきてますね、この辺りは。あ、でも黄色が綺麗。モミジの照り返しで中が明るいのもいいな。間接照明。運転放送接続試そう。来てないな。繋がらんな。ダメか。
Z さんと花野さんが見えなくなった。いた。あれまだ 600m 台。あれさっきから全然登ってない。確か10分20分前に残り600とか言ってたような気がするんだけど、全く登ってない。あれ、あーダメだな、切れるな。これは分かりづらい、分かりづらい。こっちですか。あ、違うんだ。分岐じゃなくて。で、また、あ、これ普通に読めることは読めるけど、珍しいな、地名は。中総理。よっ。あれは登山の人たちかな。なんか綺麗に色分けされてますね、あの人たち。綺麗。あ、でも赤2人いた。いや、オレンジだな、あれは。紫系の赤と黄色系の赤だ。で、あ、そうだ、ちょうどいいや、あの今もう放送切れてしまったんで、ここでちょっと GoPro だけの状態にさせてください。まずは、録音を止めて、ちょっとしばらく GoPro 本体マイクの音声になります。録音停止。多分一番正解かな。マイクを。こんなんじゃないか。こんにちは。ああ。スピードで動きながらだと望遠鏡がちょっと邪魔ですよ。よっと、で、ウェブカメラ外して、これも外して、こうして、よいしょ、で、これこっち通して、PC 止めて、一応映像落としとくか、こっち向けとくか。うわ、マイクが届かない。そんで、GoPro 充電用の給電用の
テーブルを外部バッテリーから、あ、間違えた、こっちじゃなくてこっちか、これもウエストバッグの中に入れなくていいから戻さずに、で、やっと背中が伸ばせる。で、GoPro に給電し差し込んで、ヘルメットの横のケーブル束ねるところに挿して、あ、そうだ、一応挿しとこう。あれ、あ、やばい、また、あーどう、あー、また中で基板がずれたか。あー、ずれた。ダメだ、給電できない。ああ、あ、そのまま押せた、ラッキー。まだいける、ギリギリいける。ちょっとこの外部バッテリーの今内部の基板がネジが1本折れてて、まあでもこれできるか。よし、ギリギリセーフ。あ、さっきのあの壁の穴。よし、 PC 配信系の機材を全部こっちにしまい込んで、もう一口かじっといて、よいしょ、うん、うん、準備できました。どうしました。あ、そうだ、自己為替やってなかった。12時37分50、51、52、53、なんかさっきから全く標高上がってないんですけど、確か2、30分前に標高600超えたと思うんですよ。うんうん、全然変わってないですね。ずっとなんか、トンネル連続あたりが全然登ってないですよ。なんかそれなりに疲れてる気がするんですけどね。納得いかん。ダム越えてからあんま、あ、ダム越えて、100m ぐらい登ったからなって感じ。
あ、カーブは怖い。ああ腰が軽くなった、 PC 外したから。ん？あ、甘いね。日陰は登ってても寒いな。あ、そうだ、シンさんのまた見るの忘れてた。シンさんのツイッターがないかどうか。まあでも、あ、ないですか。ハンデが30分プラス購入時間プラス10キロぐらい、15キロぐらい。ですかね。なんかイチョウみたいな黄色ですね。私の時間のところだと、ああいうのはあまりにも一点が明るすぎて白く飛んでしまうな。まあ全体のトーンを落とせばいいんだけど。あ、邪魔になるかな。あ、夏場とか良さそうだなって。これ河原に降りられないかな。ストーン落として、うん、皆さんの顔が赤黄色い。ええ、間接照明で。うん？何が移動が？あ、あ、これか。かもしれないですね。おお。あとあそこはキノコ汁とかあったら飲みたいな。
あ、ここは前来た来た来た。これは前来た時朝早すぎてあのまだ獅子汁はできてなかったです。あ、なるほど。これは飲まなきゃ。やりましょう。そうそう、であれ雨が降ってたからカバーかかってたんですよ。確か獅子汁って書いてありましたよね、 Z さんのルートラボズにも。前ねローさんと来た時にまだ獅子汁できてなかったんです。あの名栗湖にキャンプして朝でできたんでかなり早かったんですよ。さてじゃあ、鍋とか獅子汁とか飲んだことない。まあ閉じるみたいなもんですよね、きっと。まあ豚ですからね、でも確かに私は獅子汁食ったことあったかな。獅子鍋はあるけど。さてじゃあ、ああイノシシのあのイノシシランドみたいなのがあったところ、イノシシの芸を見てイノシシの鍋を食べる、うん、人間とは。ちょっとこれあったかいお汁をこう食べると僕のガスもありがたいね。ああ、いやだいぶ先でしょ、まだ1時間以上よっ。ああじゃあ獅子汁買ってきます。屋内で食べられそうなんで中に持って入ります。うどん入りの方で、うどん入りししん、うどんなしもあるんですか。おいくつってこの乗ってるんだ。あ、はいはい、ナスの方。あ、ナスの方。じゃあおうどんすね。はい。そして獅子汁が出ます。ね、はい。こちらはどこで食べます。これ置いちゃっていいかな。あ、はい、お願いします。ここでじゃあ置きますね。4600円ね、はい、持ってるよ、箸置いてある。こっちはどん、獅子汁、はい、箸あるかね、こっち、うんうん、箸あるぞ。箸あるよ、そうなん、うん、はい、はい、みんなお大事にね。はい、はい、
皆さんうどん。はい。どうぞかけてもらって。はい。はい。お願いしますよ。あ、さっきの。あの、川沿いに平らな跡みたいな。これの跡。かけました。あれは昔の旧道。あれが道の。そう。ここダムの中を走った道でしょ。はい。旧道が見方と手間かかる。それはどこなんだ、この上なんかな。なんかね、昔こう木を切り出した。あんま説明がないとよくわかんないですね。トロッコっていうのがあるんですよね。
気がするなと思って。全部あの落ちちゃいました。ああ、まあ、その前の霜でね、やっぱり。僕のキャンプ場ってあれいつ行ったんですか？よくわかんない。わかった。わかんない。なんか変な見かけすんだよね。この奥のキャンプ場なんですよ。出してみて。だいぶ前から似たような気持ち。昔、あの、岸島さんがやった時は行ったんですか？泊まる時は。
すいません、ちょっと待って待って待って。あ、じゃあ大丈夫。いなくなっちゃって困るな。あと役場が出ます。はい、もう呼び出るんですけど、周りの顔を描いたりして、つばじちょっと骨が見えててあれなんですけど、イノシシの剥製です。さて、ちょっとトイレ探してきます。もう寄るべきところ全部寄る、全部寄る。ゆっくりすぎですか。いやいや大丈夫ですよ。いやもう全然予想通りとも言えなくて、まあ、我々の意識、うん、そうです。私はなんか寄りすぎってほどの意識がないな。あ、そうですか。ええー、まだまだ割とこのぐらい。90キロあるんですよ今日。そうですね。いつも50何キロとかじゃない。先のことあまり考えずにやってますね。電車が動いてるうちに帰れればいいや。まあ最悪、うん、9時ぐらいかな、帰るのはギリギリって話になると。そう、何が西武秩父は、ええ、そんなに遅くなんないですか。いやもちろんなんないですけど、あのリミットって話だと、はい、そのぐらいかなと思って。あ、そうだ、あ、もうそろそろです。 GoPro のメディアが今日はちょっとあの画角を狭くして試してるんですけど、
画角調整するためにはなぜか 720p じゃなくて 1080 の解像度じゃないと調整できないっていう。だからいつもよりファイルサイズがでかくなってしまう。え、1080、画角を切った状態で1080になっちゃう。切ったものが 1080p で、1080にすると画角調整の設定ができるようになるんですよ。まずあの解像度設定して、その後であの画角の設定ができるんですよ。でもちろんそれは画角設定ってことはトリミングしてるってことじゃないですか。そうですね。ただあのトリミングした上でもまだ解像度上がってるように見えるんですよ。だから多分画素数自体は1080よりもはるかに多いんでしょうね。で新しい GoPro 3はなんか 4K とかいう、まだ再生設備が、再生の環境の方が整えられてない話ですよね。あと確か15フレームとかそんなんでしたね。だからあれはまあ実用的なんじゃなくて、クソ高いですよね。あとは 4K で見たら、どの、さすがに 4K で見たらあら見えるだろうって思うんですけどね、こんなサイズのカメラで。レンズがそもそも大した、でもあの GoPro、 今この GoPro2 と、あと GoPro3 ってあの3エディションあって、一番いいエディションとの比較映像を見たらえらい差がありますね。同じ解像度の1080でもやっぱりこれ1080にしたって1080がきっちり見えてるわけじゃないんですよ。それがあの拡大とかしてるの比較してるのを見るとすごいですね。その海外のユーザーレベルでやってるやつ見ると、ただしエディション感の差が結構大きい。もう予約してますヨドバシが予約始めてたんで私はあれ綺麗になることよりもあの軽くなることがすごく嬉しいんですよね。ええ、でもあれじゃない 2、3割 SD カード買い替えとか、それもあります。でも SD カードも64ギガ使えるようになるんで、あの放っておいていい時間が延びる。それでも丸1日じゃないですけどね。ね、でももうここまでで半分ぐらい来てるから大丈夫です。まあ三国峠じゃない分まだあっち砂利道ですからね。じゃあ失礼します。でも空気冷たい。標高差だけで言ったらもうヤビスぐらい、ヤビスもないぐらいなんですけどね。そうですね。700メーターぐらい登ってますよ。いや、スタート地点から今400何十ぐらい登って、はいはい、残り500何十。確か1200何十じゃなかったですかね。スタート地点が200何十で、あれ来てないか。9度。おお。石灰。おお。なんかまばらに鮮やかな色があるのもいいですね。行けるのかな。路面の保証ができないです。行ってみましょうか。
先週だったね、これ。ここ最近で切って早めになりましたから。でもこの先、言うほど来てると思う。おー、苔生えてる。うわ、落ち葉がすごいな。川の中が落ち葉だらけになってる。なかなか美しい。よっしゃと。どういうのもあんのか。
あ、こっち入ってると新さんが、新さんスルーしかねないな考えてみたら新さんがこれですれ違う可能性がなくはないですね。とりあえず今ここちゃんと出せてるかどうかチェックしとこう。出せてない。ああ、行かないな。これフォームが切れてるのか。鎌倉でこういうの見たことある。内側がこのなんかああいう内張りになってるやつ。確か鎌倉駅と船橋駅、船橋じゃない、船橋じゃない、大船駅の間。そこに行って手で掘ったやつを後でその営林車の車とか通れるように広げたら内側からこう補強するんで、こういう鉄を入れる。これなんかもともとコンクリ枠が作ってあるように見えますけど、後から作ったんですかね。だからあの鎌倉のもあれですね。あれは鎌倉時代とかのすごいやつやつを。ああ。おお。青い空、青い。あ、こんにちは。ないな。おお。東芝がすごい。you
昨日雨降ったからかな、この勢いは。こんにちは。うん。おっちゃ。こんにちは。分岐ですね。こっちです。あ、駒取り層の手前で曲がるんだ。はあ、おお。出会いの氷壁、出会いでいいのかな。仏石さんの鍾乳洞。鍾乳洞には今行けないみたいですね。通行止めになってる。写真撮ってますね。まあ、とりあえずここにいれば、もし新さんが通過しそうになったら、でも通過した可能性もなくはないけど。さっきからなんかフォーマーが繋がってないっぽいんですよ。あ、一応弱で繋がってるな。あれ、トツの木だったんだ。高さ27メートル、樹周5メートル、樹齢300年。意外とよくちゃんと長い。あ、ダメだ。フォーマーが弱い。さすがに。あ、今のところが…ハイライトですね。ここです。多分。中津京の紅葉としては。じゃないですか。なんか言うこと二つあるから。実際今以上はあんまない。今以上は。こっから先はもう茶色くなりますよね。上に行くと。もう時期は終わりですよ。これ先週来たらすごかった。タイミングが一周単位。
ここも前通ってるんだけどな、景色に見覚えがない。っていうか雨降ってたもんな。いや雨降ったのは小戸りそうだから、そうでもないか。すごいわけですね。木が生えてない。あれまだ車来る。あ、そっか。いや、あれ、この先何があるんだ一体。中津川林道に行く車がまずいるとは思えないし、駒取り荘に行くっていう車あるのかな。それかまだこういうスポットがこの先にもあるのか。ここか。はい。あ、あります、あります、いっぱい。すぐですか。そうですね、もうすぐそこから遊歩道に行かれるんですよね。遊歩道を探してるんだけどさ、あっち側に2つ続けてあります。あ、そうですか。ここからもう5分も歩かないと思いますけど。あ、そうですか。ありがとうございます。気をつけて。いや、5分歩くかな、どうだろう。ああ、あの景色はちょっと見覚えがあるな。ネロさんの時とも確か2年前の今ぐらいよりちょっと早い時期。ここ車通るってなんでなんだろう。こっちがメイン。意外右行きます。八丁トンネル通る車意外といるんですね。こんな廃墟だな。お、写真撮りに行った。今あそこの看板 R29 っていうの通りなの。ん？あ、これ。なんか群馬って来てた。あっちですか？あ、違う、こっちか。あれ、白坂峠は群馬でしたっけ？白坂トンネル越えると上野村です。あの恐竜の里に降りる。あれ群馬県でしたっけ？あそこ県だから。だから我々は白坂峠行ってたんですが、ここトンネルを落としてこようと思います。わお。いきなりすごいな、また一段と。てか路面が綺麗になったさっきの遊歩道ぐらいな感じですね。そうです。落ち葉があんまりないぐらい。うん。この崖っぷりはすごいけど。え、抜けるってなかなかの交通量です。あ、日地のとこですか。そうです。この道抜けてみますか。その昔は2000人住んでた。2000人住んでた。
でも途中の道が崩れたりしたら2000人あっという間になんか食い物なくなっちゃってってことになるんじゃないですかね。あ、すいません、そろそろ GoPro のメディア変えなきゃいけない時間だ。すいません、タイマーかけといたんです。よいしょ。タイミング的にもう一回変えなきゃダメだな。まだ動いてるような。じゃあ一旦映像止めます。残り30分あったか。まあいいや。一応時間合わせ13時31分44、45、46、47、48、49、50、そんで4時間40何分だから4時間半と見て18時にタイマーか。18時。よし、よし。標高720だからあと500か。お待たせしました。視界が上に向かって長いな。で、その向こうにブドウ峠の方向の。そうそうそう。ああ、なるほどなるほど、そうなってんだ。今これ県境で平行に走ってるわけですね。まさに。なるほど、頭の中でちょっとつながりました。おおむね分かった。おおおおお、
こんだけ見通しの悪いところだと鳴らしてくれると結構助かりますね。ええ。でも、おう。キュッて言ってるな、これどこはキュッキュッて言ってるな。なんかわはれわはれになっちゃったんじゃないですかね、他の車と。でもこういうところで本当に今声が出しますよね。電波来なかったらどうしようもないけど。うん、携帯もなかった時代と比べればって。それは経験的には、あ、ツーリング始めた頃持ってたかな、10年前、持ってるよな。あ、思い出した、初めて北海道に行った時に初めて携帯買ったので、1999年の夏に買ってる。それはもう自動 GPS とか搭載され始めた？いや、なかったと思います。はい。やっぱりあのこれからのビジネスパーソンは旅行中でも電話受けられるようにしとかなきゃとか思ってはいなかったと思いますけど。特に。あれ、なるほど。うん。10なくてから買っておりますか。あ、そうなんですか。なんか浪人で換算すると3年ぐらいかな。おー、あ、でもそれだったら大体10年ないぐらいの差か。お、マリオさん、人、あ、確かそんぐらいでしたね。ええ、だって僕真ん中なんですね。なるほど。なんか交通量が逆に増えたような気がしてならないんですけど。おかしいな。証券者ですよね。え、証券。まあ今前。ええ。うん。多分あれそう。
だとすら危なかった。本当にそうなってたのかな。黒っぽい服装だし、証券車に見えたし。危なかった。抜かれてた。やっぱり。よほどだろうな、この距離感だと。ですかね。あれ？ですよね。一瞬はいないと思って、なんか見ちゃいけないもの見たかなと思ったんですけど。多分 GoPro の映像上は何も見えてないのに、あれ知らんじゃな、そうじゃないかとか言ってるような映像になってないかなと。危ない危ない。お疲れ様です。抜かれてた。遊歩道通りました？遊歩道通ってない。あ、その時に抜かれたんだ。ずっと国道沿いしてた。このペースが一緒か、そっちが速かったら危なかったですね。で、新調したペダルは、お、フラペダ。700、800円ぐらいですか、それは。700、800円ぐらい。900円。900円。おう。Z さん、もしかしてトンネルがかなりお好きなんですか？あれ、これ県道でしたっけ？県道のはず。途中で県道終わっちゃうんです。おー、穴が。おー、何の穴？あ、どうやって引くんだろう。ないよな、倒れてるってありえないよな。Mm-hmm.